塩ゼミは人生相談での中身がある人間って何ですかというシンプルがゆえに奥深い質問に対応する前半と映画ゴッドファザーの背景に流れている史実を岡田さんが解説する後半の2部構成で編集しています前半はちょっと哲学講義的な雰囲気ですが結局あるシンプルな公式を意識すればいいところに帰着しますそして後半の映画関連裏話を聞いた後にはきっと皆さんもあの重厚で心を揺さぶられる強弱の物語を久しぶりに見てみたくなると思います いい中身のある人間って何ですかっていうところから、今日始めます。はい、童貞さんですね。え、27歳、会社員。しばらく前に私のメールをニコ生放送中に先生が読んでくださった時、コメントで、こいつ中身なさそうだなと書かれてしまいました。な、そんな人は多いですから気にしないでください。中身がないのはズボシです。え、そんなに知ってと,という感じなのですが、そもそも人の中身があるとは何でしょうかそして、どうすれば中身がある人間になるのでしょうかという質問です。 え中身があるんですねでこれをですねちょっと書えてみたんですけども、まあ、一番最初にですね哲学的な悩みに見えるんですけども哲学的な悩みは一番最初に補助線っていうのかな。 仮説を立てるるとところから始まると思うんですね中身とは何かっていうのの何かの部分っていうのをあまりに考えすぎるとですね例えば「モテないんですどうすればモテるようになるでしょうか」っていうのは「どうすれば」という部分だけを考えてもそれはただ単にナンパ講座みたいななマニュアルになってしまうでもなぜモテたいのかっていうのだけを考えると内面を掘り下げすぎてしまって結局自分探しが始まって永遠に終わらないと。この マニュアルと内面との適度なバランスっていうのが、ものを考えるときのポイントなんですね。で、中身がある人間も同じでですね。どうやれば中身がある人間になるんですかって言ったら、例えば古典百冊読めとかですね。あと、なんだろうな、あのおっさんとか、おばさんとか、違う世代の友達作れっていう。マニュアル的な回答も、まあまあ、あるにはある。 次には「中身って何か」と考え続けることが中身を作るんだっていう,こう哲学的な方向に寄せていく本当に中身とは何かを追求するという方法があるんですけどもどっちかというとですね僕が好きなのはですねその中間みたいなやり方で中間のやり方で僕がいつもやるのは SF 出身ですから仮説を立てるんですね仮説というのは一番最初に「なんじゃろい?」とえ僕はとりあえず中身っていうのをこれ聞いた瞬間に終わって。 思ったのがです、ね、中身イコール歪みプラスあの皆さんもですねこんな感じでちょっと考える癖をつけてみると楽ちんだと思うんですけども中身というのはですね歪みと実績のまあ和である。歪みだけけでもなければ 実績だけででもダメなんですねまず歪みというのは何かっていうとですね中身があるっていうのははストトレートででなんですよ例えばどんなにその人が素晴らしい人でも成績が優秀で法律を守って適年齢で結婚して奥さんもすごくいい人で子供も素直に育って仕事もきちんとしていっぱい働いてで流行ってる映画が好きで子供をディズニーランドに連れて行ってみたいな人間に 中身があるのかといいいうすすごい難しいんですね。その人はいい人なんだけどもその人と話してても多分何も出てこないそれは平凡という言葉凡族という言葉どういうふうな言葉で言ってもいいんですけどもあまりに中心地すぎてですねなのでそういう人間は中身が仮にあっても分かりにくい。 では、人間に中身がある時っていうのは、僕らは必ずその人間の歪みを見るんです。中身の必要な要素の二大要素のうちの一つは、僕は歪みだと思います。で、この歪みっていうのは、悪くても構わないんです。子供をいじめるでも構わないし、なんだろう、賭け事をするでも構わないし、酒に弱いでも構わないんです、ね。そういう歪みがまず必要だと、中身の第一段階。 次にその歪みに対して歪みだけではですねただ単にまあキャラが立ってますねとかですね、キャラがありますね程度なんですよ。このキャラもないからキャラだけでも欲しいという人多いと思うんですけどもこの間僕テレビ見てたらですねある女の子が清楚な感じの服ですねって言われてああ私清楚キャラっていうことで学校では通してるんでっていうふうに言ってたんですけどもこういうようなもんですよね。 ある服装をして自分がセンター位置からずれたところにポジショニングしてそれを周りに宣言すると清楚キャラですっていうふうに学校で通すみたいなものですね。 ででも、もそれには何のの実績もないのですね。清楚キャラとしてはあの学校で通してるんでっていうふうにテレビでこう言っちゃって自分のキャラを台無しにするってことをやっちゃうわけなんですけども <laughs> 実績が必要実績っていうのはですね何年やってきたかではなくて周りに対してそのように思わせたり周りに対してだからあの人はすごいんだっていうふうに思わせてることが実績なんです。だから アニメを見ているっていうのは歪みですこれはもう最初に言っておきますけどではアニメを見ている私がどうやって中身を作るのかっていうとアニメを見ていることによって周りの人に対してすごいなとか偉いなとかはっきり言えば役に立つなと思わせた瞬間にそれは実績になるんですねこの歪みと実績をだんだん重ねていくことによって中身みたいなものが他人から見えるんですよ自分の中ではただ単にアニメが好きにしかないと で,でもその,そのアニメが好きっていうのを例えば。 ネットの中でなんだろうな自分の考えてるのを出していってで参考リンクとかを外に貼ってみんなが初歩からわかるようにするとアニメの歴史わかるようにするでもいいですキャラの歴史とか何でもいいですけどわかるようにしてどん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 組み立てていったと結果アメリカではですねオタキングという称号を持っていいいるる人人は何百もんですね。オタキングとう言葉は、うん、1980年代ぐらいには絶対にアメリカになかったんですけども今アメリカのサイトやったらオタキングっていう人が本当に何百人もいてそれは何かっていうと。 いろんなアニメとか漫画とかゲームとか、何でもいいんですけれども、マニアックなことを追求して、それを。周りの人に役に立つような状態にした人は。オタキングと呼ばれるようになるんですね。つまり、これ実績です。こういうふうにですね、歪みと実績とが。重なった状態っていうのが、中身だと思うという話です。これが、まあ、一番最初、の立論です。これ、僕の結論というよりは。仮説ですね。で、この仮説を今回は実例で話していこうということですね。 では、そういうですね、実績みたいなものの作り方はね、難しいんですよ。もうそれは本当にえ、他の人に役に立つようにしなさいとしか言いようがないんですけども。歪みの部分ですね。アニメ好きなんですっていうだけの部分から、いかに出していくのかっていうのを、ちょっと今日は話していこうと思います。今日の話はですね、そのゴッドファーザーで、まあ、イタリア系のギャングですね。ご存知の方も多いんですけども、マフィアっていうのはですね、シリー島のギャング集団だけを マフィアっていうんですね。同じイタリア系のです、ね、ギャング組織でも例えばあの場所が違ったらカモンラとかです、ね、いろんな呼び方があるんですけども何でこのマフィアというのは特別なのかっていうとすごい。 変な人たちがるんですね、まあ。なんでこのシリ島のマフィアだけが特別な扱いするのかっていうとですねシリ島というです、ね、イタリア半島がこう長靴状にあったらそのくるぶし辺りのこちら側にある島なんですけど <laughs> ごめんねこちら側っていうのも <laughs> なんですけどまあ大変ですねあのよその国から侵略されやすい場所にあったと。エジプトの方からも侵略されやすいしナポリの方からも侵略されやすいしローマからも侵略されやすいし、まあ、スペインの方からも簡単に足が届くというふうなことでですねまあ過去ですね 2000年ぐらいです、ね、独立できた試しがないといだに独立できてないとシリー島というのはです、ね、僕らイタリア人で考えてるんですけどイタリアという概念が生まれた統一イタリア国という概念が生まれてからまだですね100年ちょっとぐらいしかないんですよ。それまでは、は、日本みたいな爆体制といいなととと、ううよりはどちらかというと イギリスに近いグレートブリテンがあってアイルランドがあってスコットランドがあってお互いにもう大喧嘩し合ってるにほぼ近いような状態だと思ってください。でそれが第一次大戦を前にしてヨーロッパがとにかくまとまって他の国の侵略に対抗できなければ列強と言われるですねそのメジャー国の仲間入りをしなければあっという間に植民地に転げ落ちてしまうぞという恐怖の体制の中から19世紀末になんとか 統一国として作ったのがイタリアっていう状態なんですね。だから日本でもですね。日本はずっと鎖国していて、まあ、文明開化があった。明治時代からようやっと先進国の仲間入りをしたと。だから、まだまだ日本っていうのは遅れた部分があるみたいなことを言う。おじさんって結構いるでしょ。イタリア人にしても同じようなもんで,ですね。イタリアって国は僕らから見たらフェラーリがあったりですね。最先端の国みたいに見えるんですよ。ミラーノファッションがあったり。でも。 イタリア人にしてみればイタリアっていうのを無理やり統一したのはわずか100年ぐらい前で意識的には日本人とかなり近いと思うんですね。シリ島という島はですねいろんな王様とか政府に征服され続けたのでですね独立最後までできなかったいまだに独立したいという機運はあるのかもわかんないんですけどもう今のシーリーの人はそういうふうに考えてない。ボトトフファーザのの映画のパート1で,です、ね、ママイケル・コルコレオネっていうィアの ファミリーがあるんですけどそこの3番目の息子がですね暗殺事件があって結局あのシリー島に行かされるんです、ね、移住するんですね。で「ゴッドファーザー1」のお話の代替の流れを説明すると時代はですね1945年第次大戦が終わって日本が降伏したので大量にアメリカに復員兵と言われるですね兵隊が帰ってきたその結果ドン・コル・レオーネっていうですねあのニューヨークの大マフィア五大ファミリーの一人のマフィアの コニーっていう女の子の結婚式が行われる。 復印してきたた。から、アメリカ中結婚ブームに湧いた1945年の8月から12月というのは本当にアメリカ中で大結婚ブームがあった年なんですね。でそこに第二大戦で日本軍と戦った三男のマイケルが帰ってくるところから始まってその三男のマイケルが親父の後は継がない俺はちゃんとアメリカ人になるんだと思ってアメリカのガールフレンドを連れてきてコロレオーネ家から離れて真っ当なアメリカ人になるつもりだったのが 結局内部抗争に巻き込まれて親父の後を継がざるを得なくなるっていうですねまあ悲劇みたいな話なんですねマフィアのドンですねの代替わりの話だと思ってくださいでその途中でそのマイケルがですねシーリ島に無理やり移住させられるシーンがあるとそれまでマイケルはですねアメリカで生まれてアメリカで育ってシーリ島民のそのんだろうシーリ系のマフィアの一族が一家がっていう考え方と違って俺はアメリカ人だだから 日本と戦うために志願して、真珠湾攻撃の時にお父さんんの誕生日だったんですね。シンジワン攻撃の時それがわざわざお父さんの誕生日に俺は日本と戦いに行くとなんでお前はファミリーのためじゃなくてお父さんを泣かせるようなことにするんだって長男に怒られながらもいや俺はアメリカ人だって言ってアメリカ人になるためにイタリア人の家を捨ててわざわざ戦争に行った男の子がパート1ではですね ついにマフィアのドンにならざるをえなかったという巨大な悲劇を描くんですけどもその途中でシーリ島に移住させるシーンがあるとそうすると自分が生まれもしなかった故郷ですね親から噂だけは聞くでみんなはそのシーリ島がシーリ島がとかシーリ人の誇りがって言ってるんだけど本当に他人事だったのがシーリの島のすっごい豊かな自然を見てでその中の生活を見てびっくりするシーンがある で町中にですね、レンガで覆われた町で,ですねもう本当に貧しい農業で食ってる町なんですけども町中に黒い紙が貼ってるんですね。その黒い紙は何かというとその一家で死んだ人の名前を貼ってるんですそれは何かなと思ったらですねつまり家ごとに殺された人がいてでその男の子とか夫とか兄弟の名前を家の前に貼ってるんですそれは何かというと復讐の印なんです。いずれれ私たたち一家は、この人が殺されたんだけども、 いずれ復讐しますという復讐の誓いというのをやっているんですよ。その復讐の相手というのは誰なのかというと、その島の中の別のファミリーなんですね。シーリー人というのは、かように、なんだろうな。島の外側からの征服者、に2000年間征服されている場所である。と同時に、お互いがお互いのファミリーというものの誇りとかですね。なんか、恥というのをそぐために、しょっちゅう殺し合いをしていると。だから、シーリー島独立運動というのは起こらないんですよ、というのは。 統一イタリアというもの自体がもう本当に100年前にようやっとできたようなところですから「知里島」がまとまるなんてことはないんですね。シリ島はシリ島で。 本当にファミリーごとに殺し合いをしているとだから、ニューヨークも5。大ファミリーが殺し合いをしているっていう状況が、このうまーく映画の中でハーモニーとして流れるようにできているんですよ。ごめんね。面倒くさい。話はもうちょっと続きます、えー、イタリア人がアメリカに移民したのはですね。19世紀の後半ぐらいですね。実はですね。まあ割と最近のことなんですね。で、アメリカ通う国はですね。 希望の国であると同時に、嫌な国でもありましてですね。まあ、あの一番最初に来たイギリス人たちが、先住民インディアンをですね、ガン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 殺しますよね。と同時にですね、後で来たですね、移民たちをものすごく差別する国でもあるんですね。まず最初に差別されたのはアイルランド人です。イギリス人が最初に入植して、次にフランス人が来て、次にアイルランド人が来たら。最初に入植したフランス人とか、イギリス人がアイルランド人を徹底的に差別するんですね。どれぐらい差別するのかというと、街の中で何か嫌なことが起こったら、アイルランド人。 のせいだというふうに決めつけて縛り首にするってこれぐらいのことを平気でやるんですねでそうやって20年30年経った時にようやっと次の移民が来るとでその次はですね当時ものすごく貧しかったイタリア人がガーッて移民で来るんですねそうするとアイルランド人たちがイタリア人たちを強烈に差別するアイルランド人たちはですね最初に来た時に差別されて仕事がなかったからその当時割と癒しまれていた仕事のですね警官っていうのをやらされた。だから 未だににアメリカにはでケネディ家がですねその大統領になった時にみんな驚いたのが「えちょっと待ってアイルランド系から大統領出るのかよ」っていうぐらい本当にそれぐらい100年ぐらい前までアメリカでアイルランド系が差別されたところがその次にイタリア系の移民が来た瞬間に警官たちが寄ってたかってイタリア人たちをものすごくいじめてある町のですねその市長のです、ね、演説19世紀末の演説でこれ記録にも残ってるんですけども「この町にはイタリア人はいれません」とかですね ね、イタリア人たちが盗みとかをしたら、あの容赦なく縛り組にしますという演説をして、街中で拍手火災があったという記録があるんですね。それぐらいイタリア人というのは差別された。なので。 中国人とか黒人の差別っていうのはまだまだこう人種的に少ないから次の段階なんですね <laughs> その後で中国人とか黒人に対する差別があるのでに差別が純黒にされてるんです。だから日本人はまあ確かに第二次大戦の時にですね日本日系の移民がひどい目に遭ったんですけどもアメリカ人にしてみれば正直このような明らかに不法で無法で理不尽な差別っていうのから生き残ってきた民族しか アメリカ人として認めないというですねすごい変なところがあるんですね暴力国家アメリカっていうのをですね <laughs> ちょっとこのつかんだ方がアメリカっていうのは分かりやすくなると思います岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー、毎晩ですねたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので是非是非チャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく。